Space Monkeys TV。 はい、ウェルカム Space Monkeys TV へようこそ。さあ、今日はニット帽かぶってません。特に意味はないです。なぜかというと、さっきまでお風呂に入ってました。ちょっと前髪が邪魔だから毎回ニット帽を止めてるんですけど、決して私はハゲではありません。それでは行ってみましょうか。まあそんなことはさておいてね、今日ね、ちょっとね、今度3月9日に霞ヶ浦水系遠征行くんですけど、その時に持っていくジョイクロに、ちょっとね、霞ヶ浦水系で願いを込めたね、ちょっとした装飾を施そうと思い、動画にしました。それでは何をするかと言いますと、皆さん覚えてるでしょうか？このジョイクロですね。覚えているでしょうか？レッドブルカラーサルバージョンにしたジョイクロの反対がこちらの方にある装飾を施そうと思います。それは何かと言いますと、ガンクラフトの福袋覚えているでしょうか？その中に入っていましたこれです。マオリ族ステッカー。これですね。これを貼り付けて、霞ヶ浦でジョイクロでどうにかでかいバスが釣れるように、このジョイクロにね、ガンクラフトの呪文をかけましょうか。それではやっていきましょう。はい、それではね、このジョイクロにね、こちらの面にこのマオリ族ステッカーをね、ペタッと貼って、ガンクラフトだけにガンかけしましょう。いきますよ。まあ今日はね、本当に簡単な動画です。ステッカーがあれば誰でもできるチューニングというか、もうお願い、お守りだね。なくさないようにと、でかいのが釣れるようにって感じで、すかね。さあ行きましょうか。これを貼り付けるんだけど、どうしよう。ちょっとガンクラフトとこのマオリ族の、この顔はちょっと別にした方がいいな。カットしましょう。はい、カットしましょうか。こっからカットすれば問題ないね。よっしゃ、カットしましたよ。さあ、このね、マオリ族の顔を、このね、なんだっけ？笑う、なんだっけ？ドクロだっけ？これをこんな感じの角度で貼っていきましょう。ちょっと詳しい名前わかんないな。わかる人いたらコメントから助けてくれ。さあ、行きますよ。これ結構貼るのはね、一発勝負だからね。このジョイクロだいぶね、ツルツルに磨きましたんで大丈夫です。行きます。この角度で、こんな感じかな？こんな感じかな？行くよ！貼っちゃうよ！よっしゃ！よっしゃ！貼り付けた。でも、同じような、ボディカラーだからよく目立たないかも。よく目立たないかもしれない。下があれだな。なんか、ブラックボーンとかの、ジョイクロの方が目立ったかな。よしよし、よくこうやって擦り込んで、さあ、ゆっくり剥がしてきますよ。いきますよ。あ、ダメだ。くっついてない。くっついてない。チキショウ。くっついてない。もうちょいならいくよ。くっついてない。頼む、くっついて。くっついて。くっつかない。やばい。くっつかない、これ。はぁ、くっついてない。どっから剥がせばいいんだろう。ちゃんとくっついてない。めっちゃすり込む。めちゃくちゃすり込む。頼む、くっついて。すり込む。こういうね、豆知識はね、手ですり込むよりね、タオルとかでね、磨いた方がね、よくくっつくらしいです。ちょっとタオル持ってきます。よっしゃー、シルバー磨き持ってきた。これで、こういう感じで、擦った方が、より一層吸着するらしいよ。みんな、これ、ちょっと豆知識で持っててみて。よーし！行くよ！今度は大丈夫でしょう。行くぞ！上から剥がしてみよう。あー、微妙にくっついてない？くっついてるところと、微妙にくっついてないところがある。ちょっとずつ剥がしてくよ、ちょっとずつ。微妙にくっついてないところがある。怖いなぁ。あ、やばい！ここ絶対くっついてない。よし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 。くっついてないところはさらにプレスをかけて、指で、貼っていく感じ。よーしよ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 し、いいよいいよ。順調すぎる。よっしゃ！いいじゃない！いいじゃない！ほら！めちゃくちゃいいじゃない！よっしゃー、これ誰か、もしかしたら他にね、やってる人いるかもしんないっすけど、俺の中では、今がオリジナル。折れた、頭が折れちゃった。ちょっと待ってよ、どういうこと？折れちゃって、取れちゃって、どうなってんだこれ。ちょっとわかんない。多分見てる人にはわかんないかもしれないけど。あれ？なんか欠けた？よし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 。よーしよ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 し。貼り付いた。
じゃーん、できましたよ。ねえ、ほら見てください。なんだっけ、スマイルスカールだっけ、スマイルスカールだっけ、デススマイルスカール、うわちょっと忘れちゃった、そんなような名前だったような気がする。見てください、このジョイクロに入りました、デススマイル。よーし、できた。ちゃんとこれ落ちないように、剥がれないように、あ、やべ、指で擦ると剥がれる。ちくしょう、今度は眉毛が剥がれたぜ。これちょっとね、水中でどんな感じになるか今回撮ってみましょうか。それも行きましょう。はい、それではこちら、水中でどのような輝きを見せるか見ていきましょう。十分これでもいい感じよね。いきます、落としますよ。ほら、ちょっと分かりづらいな。さあどうでしょうか、こんな感じで明滅する感じですね。ちょっとついてみましょうか。ちょっとジョイクロ言うこと聞け。まあ、反対のレッドブルカラーの方もどうなるかだよね。わ、すごいな、こんな感じなんだな。うん、初めて見たけど、こんな感じちょっと手で使っちゃった手で使っちゃった。こんな感じになるわけですよね、水中だと。いい感じじゃないですか、こっちのレッドブルの方ね。じゃあ逆にしてみましょう。逆にしてみますと、こんな感じでスマイルがギラ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 するわけですね。良さげだね。もうこれトゥーフェイスだね、トゥーフェイス。こっちの顔を持ち寄って、さらにこっちはこんなね、アクティブチャートカラー、うん、こんな感じ、レッドブルジョインテッドクローカラー、こんな感じでローリングさせたらやばいんじゃないですか。こんな感じでローリングさせたらやばいんじゃないですか。ほら光ってますね、てな感じで、水中ではこのように映ります。これを霞ヶ浦で乱闘してやる。それでは戻りましょう。はい、なかなかな水中でのきらめきでしたね。それではね、こちらを使って3月9日霞ヶ浦でね、投げ倒してみたいと思います。他にもいろいろルアー使いますけどね、一応、霞ヶ浦で使うであろうルアーの第1つ目を公開したつもりです。このジョイクロで釣りたい。それでは最後までご視聴ありがとうございました。エンジョイ YouTuber のジョインテッドクローにガンクラフトのおまじないをかけました。バイ。